境内対岸寺は、広島県八日市市宮島町にある高野山、新言宗の寺院。三号は亀山。陰号は奉公院。本尊は薬師如来。本堂には、神仏分離令によって、五福島神社から移された、弁災天像など、多くの仏像を安置する。この寺の創建年代等については不詳であるが、事典によれば、平安時代初期に、 空海によって開かれたとも伝えられるが、一説によれば、鎌倉時代初期の県人年官僚会によって開かれたとも伝えられる。古くから大聖院と共に、五福島神社との関係が深かった。本堂には、神仏分離令によって、五福島神社から移された八肘弁祭天像を配置し、阿弥陀如来像と摩堂の元本尊だった、如遺林、観音像を脇地とする。 宮島玄孫の仏像中、最古とされる木造、薬師如来像、戦場閣の本尊だった木造釈迦如来座像脇地の阿南尊者像と歌唱、尊者像、五十頭の本尊だった釈迦如来座像、脇地の文珠菩薩と、普賢菩薩の三尊像、多方等の本尊だった薬師如来像、などを安置する。本堂王の諸院は、第二次長州戦争の時、 かつ海舟と長州藩藩々らが会談をした場所として知られる。境内には本尊のお使い竜人の文を祀る社と2006年4月2日に再建され、装備薬団の一条六尺の不動明王を安置するご堂がある。ありがとうございます。